イワンのバカは、ロシアの民話に、しばしば登場する、男性キャラクター。極めて純朴愚直な男ではあるが最後には、幸運を手にすることが多い。ロシア語では、もしくは、日本では、帝政ロシア時代の小説カレフトルストイによる彼を、主人公とした作品で、特によく知られ、長谷川典型役、大悪魔と小悪魔や内田ロアン役、バカ者イワンなどを、 はじめ多くの和訳がある。以下この作品についての説明である。1885年9月頃に書かれたが、発表されたのは翌1886年である。現代は、ゼー。で、和訳の代は、イワンのバカ、イワンのバカ、大悪魔と小悪魔、バカ者、イワン、イワンのマヌケ、イワンのバカと、その二人の兄弟など。昔ある国に、軍人のセミオーン。 太鼓原のタラース、バカのイワンと彼らの妹であのマルタの4兄弟がいた。ある日、都会へ出ていた兄たちが実家に戻ってきて、生活に金がかかって困っているので財産を分けてほしいと父親に言った。彼らの親不幸ぶりに憤慨している父親がイワンに、そのことを言うと、バカのイワンは、どうぞ、みんな二人に分けておあげなさいというので父親はその通りにした。 三人の間に、いさかえが起きると狙っていた悪魔は何も起こらなかったのに腹を立て、三匹の小悪魔を使って、三人の兄弟にちょっかいを出す。権力欲のゴンゲであるセミオンと、金銭欲の象徴のようなタラースは小悪魔たちに、ひどい目に合わされるが、馬鹿の言わんだけはいくら悪魔が痛めても屈服せず、小悪魔たちを捕まえてしまう。小悪魔たちは、 一振りすると兵隊がいくらでも出る。魔法の帆や揉むと金貨がいくらでも出る魔法の葉。どんな病気にも効く木の根を出して、助けを求める。イワンが小悪魔を逃がしてやるとき、イエス様がお前に、お恵みをくださるようにと言ったので、それ以来、小悪魔は地中深く入り、二度と出てこなかった。イワンは手に入れた宝で、兵隊には踊らせたり歌わせたりして、楽しみ。金貨は、女や子供に、 アクセサリーや玩具として与えてしまう。無一文になった兄たちが、イワンのところに帰ってくると、イワンは喜んで養ってやったが、兄嫁たちには、こんな百姓家には住めないと言われるので、イワンは兄たちのすぐ小屋を作った。兄たちはイワンが持っている兵隊や金貨を見て、それがあれば、今までの失敗を取り戻せると考え、イワンは兄たちに要求されて、兵隊や金貨を渡してやる。 兄たちはそれを元手にして、やがて王様になった。イワンは住んでいる国の王女が難病になった時、小悪魔からもらった木の根で助けたので、王女の婿になって王様になった。しかし、体を動かさないのは性に合わないので、ただ人民の先頭に立って、以前と同じく畑仕事をした。 イワンの妻は夫を愛していたので、マルタに畑仕事を習って、夫を手伝うようになった。イワンの王国の掟は、働いて手にタコがあるものだけ食べる権利がある。手にタコのないものは、そのお余りを食べよということだけだった。ある日、小悪魔を倒された大悪魔は人間に化けて兄弟たちのところにやってくる。 セミオーンは将軍に化けた悪魔に騙されて戦争をして、パラースは商人に化けた悪魔に騙されて財産を巻き上げられて再び無一文になる。最後に大悪魔はイワンを破滅させるために将軍に化けて軍隊を持つように仕向けるが、イワンの国では人民は皆バカで、ただ働くだけなので悪魔に騙されない。今度は商人に化けて、 金貨をばらまくが、イワンの国ではみんな衣食住は満ち足りており、金を見ても誰も欲しがらない。そればかりか、悪魔は、金で家を建てることができず、食べ物を買えないので残り物しか食べられず、逆に困窮していく。しまいに、悪魔は、手で働くより、頭を使って働けば、楽をして儲けることができると、王や人民に演説するが、誰も、悪魔を相手にしなかった。 その日も悪魔は高い矢倉の上で頭で働くことの意義を演説していたがとうとう力尽きて頭でトントンとはしごを一段一段叩きながら地上に落ちた。馬鹿のイワンはそれを見て頭で働くとはこのことか。これでは頭にタコよりも大きなコブができるだろう。どんな仕事ができたか見てやろうと悪魔のところにやってくるが、 ただ血が裂けて悪魔は穴に吸い込まれてしまっただけだった。ありがとうございます。